リーマンの二元論システムの使い、超音階のもとに上下逆の単音階を示している。半音はスラーで示し、他の音は全音で区切られる。高順の単音階は、小順の超音階と同じ順序で半音と全音を含んでいる。リーマン理論は一般にドイツの理論家、フーゴー・リーマンの音楽理論を指す。彼の理論的な著作は、音楽理論、表記法。 火星、メロディー、表現方法、音楽理論の歴史などを含む多くのトピックをカバーしている。より具体的には、リーマン理論という用語は、主にその二元論と機能火星の概念によって特徴づけられる火星理論を指すことがよくある。三和音を関連付けるためのリーマンの二元論システムは、初期の19世紀の火星理論家から脚色されたものである。 二元論という用語は、長三和音の逆バージョンとみなされる、単三和音を含む、長長と単長の反転関係に重点を置くことを指す。この、火星二元論は、蒸気の方向転換を生じさせるものである。関連用語ユートナリティも参照。近年では、一部の人々は、二元論を、ネガティブハーモニーの理論と呼ぶ。 1880年代、リーマンは3和音を互いに直接関連づける変換システムを提案した。リーマンのシステムには、シュリットとベクシルの2つのクラスの変換があった。リーマンの変換理論は、ネオリーマン理論の基礎を形成し、リーマンが最も関心を寄せていた基本的な音調上の3和音を超えて変換のアイデアを拡大した。ありがとうございます。